いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今年最後の YouTube になります。今年はですね、今回が最後、そして来年の1月6日スタートさせていただきます。ぜひともまたご視聴の方をよろしくお願いいたします。それでは今回の内容ですが、今回は栃木のですね、街を歩って撮影をしてみました。その栃木の街を歩った中でですね、ちょっと面白そうなポイントをクローズアップして撮ってますので、ぜひ参考にしていただければと思います。スナップ写真でですね、街並みの中で古いものを狙ってみると結構面白いものがあるんですね。まあ今ではないようなこう金属のものとかですね、いろいろ質感の面白いものがあったりもしますので、ぜひともそういうものを狙ってみるのも面白いと思いますので、今回の動画を参考にしていただければと思います。まずこちらの写真ですね。こちらはですね、蔵のこの蝶子街のところですかね、非常に重厚な金属でできているところに光が差していたので、質感描写ということで面白いと思いましたので撮影をしてみました。今回の撮影データはですね、640分の1秒、絞り 2.8、 絞りはあえて開けております。で、24から70ミリの焦点鏡で24ミリ、広角レンズで撮ってるんですね。広角もですね、あまり歪ませないで真正面から撮れば歪みがさほど目立ちません。広角によってですね、少し影も強調されますので、金属に当たった影、そして斜めに伸びる影を中心にこのようなコースで撮っております。少しコントラストもですね、上げて仕上げています。ちょっとデータを見ていただきましょう。こういうことですね。少しコントラスト上げてますね。白レベルを上げて黒レベルを下げて、明瞭度も入れております。こういう場合にはちょっと明瞭度を入れた方が感じがより強調できますのでいいと思いますね。さあ、それではですね、次の絵柄で見ていただきたいと思います。まあ、オリジナルはこのような感じなんですが、これちょっと映り込みあるので、モノクロにするとまたずっと感じが面白くなりますね。はい、このような感じになります。白黒にしてですね、このカーテンの質感をしっかり出してくる。そしてこの部分はですね、あまり出さずにですね、このぐらいの表現でいいと思います。ですのでシャドウは少し落としています。明るくするとですね、このようにいろんなものが見えてしまうんですけども、こういうものはあえて見せずにですね、ちょっと見えるぐらいな感じにするといいですね。それとこちらの部分、こちらの部分も少し明るくしてですね、この中央にあるお花ですね、花瓶とお花をまあ強調していくという形で仕上げるといいと思いますね。写真の場合にはですね、やはり強調するべきところをしっかりと見せるというところ重要だと思いますね。こちらは500分の1秒 F3.6、 絞り開放ですね、106mm の焦点距離で撮っております。フルサイズ換算でいうと 212mm の焦点距離です。 ISO400 で撮っております。さあ、続いてはですね、ちょっと看板でですね、タバコ屋さんの看板なんですが、古い感じの看板があったので撮ってます。これちょっと何枚か撮ってるので見ていただきたいと思うんですけど、少しですね、高い位置から撮ってるんですね。それで歪みをできるだけなくしています。これ面白いですよね。こうツタが絡んで枯れてきてる感じ、タバコという文字、白に赤の文字、この辺りも面白いと思います。こういった場合にはですね、垂直方向の調整をするといいです。と真正面から撮った感じに見えますね。はい、こんな感じにしてみると面白いと思いますね。タバコという全部の文字を見せてもいいんですけど、例えばこれをですね、こういう表現にしても面白いんですよね。歯だけをですね、はっきりとさせて他を見せないというような形で真四角で表現するのも面白いと思います。こちらはですね、 S5 フルサイズのカメラになりますので、 40mm の焦点距離、まあ、ほぼ標準に近い焦点距離ですね、1000分の1秒 F7.1、 ISO200 で撮っております。はい、こちら面白いですね。巨大なタヌキの置物がありまして、お店の風情も面白いですし、建物そのものがなかなか面白かったので撮ってみたんですけども、これもですね、モノクロの方が色にですね、惑わされないというところでモノクロの良さは出ますよね。色があるとどうしてもそちらに目線がいってしまうの で周辺光量をちょっと落としていきます。こんな感じにしてですね、タヌキを目立たせていくということですね。でちょっと明瞭度入れるとこんな感じで、モノクロの場合にはですね、明瞭度がすごく生きてきますよね。まあ、やりすぎ注意なんですけども、こんな感じにするとだいぶ雰囲気として面白くなると思います。ここからさらにシルバーエフェクスをいきましょう。トーニングをしていきましょう。ちょっとセピア調な感じにするとですね、この雰囲気より合いますね。フィルムノワールのこのぐらいの質感がちょうどいいので、この辺りにしてですね、少しトーニングをしましょう。セピアでトーニングをするとこうやって選べますよね。
ちょっと控えめなトーニングしましょうかね。ドートナーという感じがありますね。このあたり面白いかもしれないですね。こんな感じに仕上げると面白いと思いますね。こちらはですね、S5 ですね。39mm の焦点距離。今 40mm ぐらいですね。250分の1秒、絞り 7.1、ISO 200で撮っております。街を歩いていると必ずいるのが猫や犬。猫や犬というのはですね、その街によってですね、こう雰囲気違うんですね。そのあたりが非常に面白かったので狙っています。こちら軒下にですね、佇んでいる猫ですね。何枚か撮ってみますが、チラッと目線、カメラ目線で来たところを撮っております。まあ、ちょっと引き目でもいいんですけど、やはりこれはちょっとアップでこの表情をですね、ぐっと狙ってみたいなと思ったので、このように撮っています。7.1 で50分の1秒、ISO 200ですね。70mm の焦点距離、ちょっと望遠でこちらは狙ってますね。まあ、ポートレート的に狙っているというところですかね。もちろんこれもモノクロにしてみましょう。カラーだとちょっとリアリティがありすぎるので、少しこのようにモノクロにして表現することによってですね、ちょっと雰囲気変わってきますよね。小切れになるというか、ちょっとこうすっきりして見えるようになりますね。グッとコントラストがつくことによってよりこう明瞭感が出てきますよね。こんな感じになってきます。こう、ね、この表情というものがよく出てきますよね。しっかりこちら目線で来てます。さあこれもですねやってみましょう。インクコレクションのシルバーエフェクスにしてみます。これはちょっとセピアで、古色というモードがあるんですけども、こちらを使ってですね、あまり極端に調整をしないようにしましょう。こんな感じで、はい、こんな感じで仕上げてます。軒下の雰囲気ではなくてですね、ちょっと小切れに見えるというイメージわかりますかね。こんな感じで仕上がります。まあ今ではもう営業していないと思うんですけども、山佐味噌のこちらは工場の跡ですかね。この雰囲気なかなか雰囲気良かったので、このような感じで撮っています。こちらはですね、 33mm の焦点距離、 S5 で 33mm ですから、まあそのままの焦点距離ですね。マイナス 0.7 ぐらいの露出補正ですね。200分の1絞り11、これは絞りをちょっと絞ってますね。絞り11、200分の1で撮っています。 ISO 200の感度です。振動が欲しかったので11まで絞っております。これもですね、やはり白黒いいですよね。これでこういう場合にはですね、こちらの空を選択の方が結構いいかもしれないです。今マスクで空を選択しました。今までだと、まあ、ブルーの調整でモノクロの場合だと仕上げてたんですけど、最近のライトルームはですね、空を選択というのがあるので、これによって結構十分いけちゃう場合があるので、このあたりもぜひ試していただきたいと思います。さあ、ここである程度暗くしてからですね、コントラストをつけていきます。こういうコントラストの効果を生むことができるんですね。ちょっと白レベルを上げてですね、ここら辺も出したいんで、ちょっと白レベルも上げていきますね。でここ少し増やしたいので、ここはブラシで増やします。ここはちょっとですね、明るくしたい。そう、この辺りの明るさはちょっと欲しいので、であと全体は少し暗めにしていくということですね。若干周辺を落としていきます。構造物の場合は若干テキスチャーを入れていくとシャープ感が出ていいですね。こんな感じの雰囲気で仕上げるといいと思いますね。煙突とですね、このオブジェ、この辺りがすごくこう雰囲気として面白いですね。でこのハイライトの部分のこの奥の見えてる部分、ここに強い光が当たっててですね、建物があるというところも構成的なバランスがですね面白かったので狙ってます。もう一つですね、見逃せない部分はシルエットです。ですね、効果的に狙えるところはぜひ狙っていただきたいと思います。実はこの場所シルエットでも撮っています。角度を変えるとこうやって見えるんですね。こうやっても見えるんですが、これはもうちょっと引いた感じの方がいいですね。このぐらいの感じ、このぐらいの感じで少し、まあ、ここからですね詰めていってもいいんですが、まあ、通常の構成バランスで言えばこのぐらいの感じですね。まあ、こういった街歩きをしたらですね、
ぜひいろいろな被写体を見つけてですね、撮影をしていただきたいと思います。作品の内容によってですね、白黒カラーを選んでいただいて、また内容によってですね、仕上げの仕方もクラシックな表現で仕上げるというような形で、ぜひともこういったところをポイントにですね、撮影をしていただければと思います。それでは来年また写真の秘訣でお会いしたいと思います。良いお年をお迎えください。